今日開幕した G2 第6回全国ボートレース甲子園、初日のメインは各地区代表選手によるドリーム戦です。コースは定番順となってきそうです。ボートレース界のエースが初戦完封なるか、1号艇佐賀県峰竜太、琵琶湖のエースでキャプテンは2号艇京都府馬場芳也、豪速球ならぬ豪速ターンで甲子園は6年連続出場、3号艇岡山茅原優輝、平成生まれの SG ウィーナーが平成の怪物となる4号艇愛知県磯部誠、春の王者が県大高崎なら夏は俺が日本一5号艇群馬県ブス島誠、21世紀枠いや21世紀を代表するボートレーサーです、6号艇愛知県池田浩二、以上6選手です。定番順3対3です。各地区の4番打者が揃った超豪華メンバーによる第12レースのドリーム戦、スタートまではまもなく残りは10秒です。内から1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇峰がゼロ台前半踏み込んだトップスタート、角から4号艇磯部も出る、しかし逃げる1号艇峰竜太、4号艇磯部、そして5号艇のブス島がまくり出した、内側から3号艇茅原、6号艇池田、逃げた1号艇峰竜太が先頭、まくり出した5号艇ブス島2番手、3番手4号艇磯部が外、内側から3号艇茅原、後方6号艇池田、2号艇馬場、スタートは正常です。2マーク1号艇峰、5号艇ブス島が切り込んで先頭に迫ってくるか、ブス島1号艇峰が締め込んだんですがここは抑えた、5号艇のブス島が並んできます。1号艇の峰を捉えるか、5号艇ブス島、2周1マークは5号艇ブス島が先制、つけまいったのは1号艇峰竜太、相当いく1号艇峰が再度逆転先頭、2番手5号艇ブス島、初戦からここは熾烈なドリーム戦です。しかし一定シャンリード、1号艇峰竜太が先頭、2番手5号艇ブス島、そして4号艇磯部が続く1号4です。第2ターンマーク1号艇峰竜太が先頭、握ってくる5号艇ブス島、ここで定間開きました。3番ターン4号艇磯部の順1号4です。あとは2号艇馬場、そして6号艇の池田、3号艇茅原がついて最終周回です。一旦は甲子園に魔物がいるのかと思われましたが、ここは1号艇峰がなんとか振り切って先頭、2番手5号艇ブス島、そして3番手から4号艇磯部が続く1号4です。単連単1号4は34倍です。ラスターマーク1号艇峰竜太がシリーズ初戦初日のメインカードドリーム戦を制します。そして惜しくも5号艇ブス島誠、2番手4号艇磯部誠の順、先頭1番峰竜太五輪、5番ブス島五輪、4番磯部が五輪、2番馬場、6番池田、3番茅原五輪です。さあ最終12レースドリーム戦を終えたメンバーがピットへと戻ってきているようです。で現在の様子をご覧いただいておりますが、さあ見事勝利を挙げました1号艇峰選手の姿はまだないようです。今走って戻ってきましたが、このドリーム戦非常に熾烈な戦いとなりました。まずは逃げたかに見えた峰選手だったんですが、1周2マークは5号艇のブス島選手が指してきまして、並走するような形となりました。ただ2周1マーク、ここは脅威のつけまい放ちまして、1号艇の峰選手が1着を守りきった形、今まだ笑顔ではないようですね。少し笑顔も出ているようです。でこの後はヒーローインタビューもお送りする予定となっています。その峰選手の声を聞かせていただきたい。 G2 第6回全国ボートレース甲子園12レースドリーム戦のヒーローインタビューは佐賀県代表峰竜太選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっとドキドキする一着争いでしたけど、ね、ちょっとやっぱ2マーク僕はターンミスっていうか、ちょっとチャレンジしたいことだったんですけど、やっぱ暴れちゃって、船が思った以上にハンドル入りすぎちゃって、はい、ちょっとバランス崩したところにやっぱ仏島さんがうまく入ってこれてましたね。ただ
抜き返しましたからね。そうです、もうこう意地でもう次のマークしかチャンスないと思ったんで、はい、はい、ではそのレース、はい、映像を見ながら振り返っていきたいと思います。進入は枠乗りの3対3、峰選手は1コースからの進入、はい、スタートタイミングはコンマ02のトップスタートです。そうです、なんかまあ行き過ぎてるんですけど、はい、正直なところ、まあ、即0台前半狙っていって、うん、まあ、生きる練習っていうか、はい、行けたんで、あの今節はその辺は不安はなさそうですね。いや、狙い通りしっかりと。そうですね、ゼロ台前半って思って行ったんで、はい、じゃあそのあたりの船足というのは、いや、もう初日の1走目だったら分からなかったんですけど、うん、あの良さそうです。あ、そうですか、はい、なんか直前に結構定まりましたね、船足、あのずっとなんか良くない良くないって言ってたんですけど、うん、あの定まってくれましたね。そしてここですね、はい、ちょっと僕がねボディバランス崩しちゃって、うん、はい、しかもなんかねブスジマさんと当たってしまって、このあたりのブスジマ選手との足比べというのはどうだったんですか。はい、いや、足比べの直線に関しては、うん、まあ、僕当たってその衝撃でフラフラしてたんで、はい、なんかいかれてる感じはあったんですけど、はい、多分そんなに実際普通に足出したら多分そんなに負けないと思います。ああ、そうですか、はい、そしてここの2マーク1マークはかっこよかったですね。いや、もうここでチャンスなかったんでね、思い切っていきました、うん、この全速でまくっていく感じとかの船足は、あ、それが良かったなっていうのを確認できましたね。うん、いつもあれでね、船足が悪かったり乗り心地悪かったりするとちょっと漏れちゃったりとかお尻つきそうだったりするんですけど、自分の感覚と同じタイミングで来てくれたんで、やっつけたかなと思いました。では明日以降の戦い、調整はどんなこと考えられますか。なんか今日本当に細かなことですごく良くなったんですけど、細かなことですごく悪かった時もあったんで、うん、多分ストライクゾーンが広くないんだと思うんで、あんまりこうトライせずに芯をずっと探し続けて、なんかこのちっちゃいストライクに入れていくのが大事なのかなと思いました。わかりました。さあね、2度目の栄冠に向けて戦いが始まりましたので、はい、では最後にファンの皆様に一言お願いいたします。はい、何としても佐賀で優勝したいなと思いますので、全国制覇まで頑張りたいと思います。応援してください。12レース勝ちましたのは峰竜太選手でした。ありがとうございました。ヒーローインタビューご覧いただきました。12レース競争成績はご覧の通りです。勝ちました1号艇の峰選手、1コース進入抜きでの勝利でした。